セレナ、テハーノの女王は2020年にネットフリックスから配信されているアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。実在の歌手、セレーナの生涯を描く電気ドラマ。出演はクリスチャンセラトス、ガブリエル・チャバリア、リカルド・アントニオ・チャビラなど。2020年12月4日にネットフリックスオリジナル作品として全世界へ配信された。 メキシコ系アメリカ人歌手のセレナとキンタニーヤ一家。生活が苦しくても娘、セレナの音楽の才能を信じる、エーブラハム・キンタニーヤは、警視たちとバンドを結成させる。様々な困難を乗り越えながら、セレナはスターへの階段を駆け上がっていく。前話一斉配信2018年12月11日、ネットフリックスが本作の制作を発表した。 このシリーズは、セレーナの父と妹と共に、モイセス・ザ・モラが脚本を執筆した。マリア・セレスとアラ・アラスの非公認版である、エル・セクレト・でセレーナとは異なり、セレーナの家族公認の作品である。本作は、批評集積サイトの6点トマトズに14件のレビューがあり、批評価支持率は43%、平均点は10点満点で6.08点となっている。また、 メトクリティックには9件のレビューがあり、荷重平均値は48、100となっている。ありがとうございます。